皆さんこんこにちは石井正則ですさあちょっと今回こうおひげモードなんですけれどもまあご存知の方も多いと思いますけれども新型コロナウイルス陽性という判断が4月の24日に診断されましてでそれから10日間の自宅療養そして13日間の入院ということになりましてちょっともう本当にぶっちゃけて言うとかなり。 大変な状況だったんで、もちろん髭を剃る余裕もなくっていうところで、こんな伸びてしまったんで、ちょっとね、せっかくだから残しておこうかなと思ってね、今ね、せっかくだからっての変な話ですけど、久々に伸ばしたんで、えー、今こんな状況でお送りしておりますけれども、とりあえず退院して、今この動画を撮ってるのが5月21日なんですけども、確実に、確実に元気になってきております。ありがとうございます。本当に、その、 入院してる間とか自宅療養の間はなかなか情報発信する余裕もなくて SNS 開いたりもできてなかったんででもコロナにかかりましたという発表はあったのでちょっとねどういう状況かをお伝えする機会がなかったのでかなり皆様にご心配をおかけしたと思います本当にたくさんのコメントいただきましたありがとうございます応援コメント頑張ってくださいというのコメントたくさんいただきました。えー ツイッターボイシスこちらのユーチューブにもたくさんのコメントいただきました本当にありがとうございます。でじゃあ結局どういう風な感じだったのかっていうのをここで動画に残しておけばこう皆様の参考にもなるんじゃないかということで僕が経験したことまあ事実をこちらでお伝えできればという風に思います。まずは、えー、時系列で。 お話をしていいいきたいと思います4月の23日に午後37度台の発熱がありました、まあ、軽い発熱でも熱の何て言うんですか高さはそんなでもないんですけどあんまりいい感じしないなっていうような発熱がありましたそれで一応それはマネージャーさんとかにもお伝えしてで東京都発熱相談センターというところがありましてまずそこに電話した方がいいということが分かったので ままず電話をしましたそしたら、まあ、もちろん今の時期ですからコロナの可能性があってということになりますとそれを診断してくれるところにまずコロナかどうかを確認しなきゃいけないということで、えー、自宅の住所とかをお伝えすると石井さんのご自宅の近くにある発熱外来っていうのがある病院はこことこことここですというふうに全部教えてくれるんですね電話番号とかで、えー。自分が行きやすい ところに電話ををかけけてて診断を受けてくださいまずとということでした、まあ、37度の真ん中ぐらいだったんで、まあ、単純に疲れで風邪とかっていう可能性もあるしということでその中の一つが行ったことある病院だったんで電話してそしたら今日の今日発熱してすぐ発症してすぐは検査の結果が正確じゃないというか正確に出づらいんだそうです。で1晩経つと 次の日になると確実に検査結果がかなり正確に出るようになるのでもしかしたら普通の風邪だったりとかするかもしれないから市販の風邪薬などで、まあ、熱もそんなすごい高いわけじゃないですから1日待ってくださいで明日の午前中にお越しいただけるもしかしたらコロナかもしれないからしっかりとした形で検査ができる状況にが何時に来ていただけるとできますというのが分かりましたらすぐご連絡しますということで。 それで一晩、4月23日は休んで、4月24日の10時半、午前10時半に行きました。そしたら、裏動線で、誰とも会わないスペースに行って、で、抗原検査という検査を受けました。それが、えーな、なんていうんですか、ね、綿棒のこう長いやつみたいな。ね、こういう。それでこうやって鼻肉やって入れて、で、もう15分ぐらいで。 結果が出るっていうものなんですねで結果このような形ではい COVID-19 って書いてありますね陽性ですとう,うに出ましたでお薬をいただいてもうまっすぐ家に帰ってそこからは家から出ないようにしてくださいということでで病院の方から保健所の方に石井さんという方はコロナ陽性でしたよということが連絡いってで保健所の方から連絡が来ます でいろいろこう聞き取りがあって「熱は今何度ですか?」とかそういったようなお話があったりだとかそれで、えー、その状況だと自宅療養がいいかと思いますともちろんねあまり医療逼迫の状況が近づいてるっていうふうに言われている中でまあ熱も37度台ぐらいだったんでその時はまあコロナ陽性ではあるんですけど軽症度だろうということで自宅療養 とということになりましたそこから実は iphone でちょこちょょここ動画を回ししてましたなのでちょっとその動画4月の24日検査を受けて帰ってきたところから割とまめに熱を測ってで今こんな状況ですっていうようなことをちょこ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  iPhone で回してたんでまずはそれをちょっと数日分パーッとそちらをご覧いただきたいと思います。 えー、この動画を使うかどうかわかりませんが、新型コロナウイルスに感染しました。昨日熱は一番高い時で38度くぶぐらいまでいったんですけれども、今日は先ほど分かった時はもう36度6分。平熱にまで戻っておりました。 で、えー、抗原検査の結果、陽性ということになりました。まあちょっと体的にもいかにも風邪という症状です。インフルエンザとかになった時の感覚に一番近いですかね。で、えー 味がしないとか香りがないとかはないです。で、熱も下がってるんで、だいぶ楽にはなってますが、やはりこう、まあ、昨日の熱上がりきった時はピークで、今はだいぶ楽になってるんですけど、やっぱり体的には寒いけど、おかん的な感じの時の体の雰囲気です。とにかく病院でもらったお薬を飲んで、休むしかないといった感じです。 皆様も気をつけてください、えー、月曜日の朝です。 4月の26日月曜日ですね。昨日まで36度台とかの時もあったんですけど、現在体温が38度6分です。急に上がりましたね。急に体温が上がったり、急にヒューンって下がったりと、ちょっとアップダウンが激しい感じです。 だいぶ落ち着いてきたと思ってたんですけどね。厳しい状況が続いております。えー、朝、先ほど38度6分だったんですけど、えー、くす、朝ごはんを食べて薬を飲んでまたもう一回測った段階で37度7分です。変化が激しいですね。で,でも急激に上がるんで、やっぱ、 急変することがあるって聞いてるんで、自宅療養は、ここがちょっと怖い面ではあるなと思いますね。もうだいぶ、発症してから、1、2、3、4日目に入るんですけど、それでもまだ38と6分行くってことなんで。えー、今何時だ ?36 だか1分です。えー、今朝7時、6時ぐらいかな に測ったとき、38度6分とか行ったんですけど、今10時です。えー、くす、ご飯食べて薬飲んで、少し横になったらここまで下がりました。いや、このアップダウンが怖いっすよね。まあ、行ってしまってます。いょちょっと体力ついていかないですね。しっかり休まないと。ふう。 今11時17分です。38度。一日、午前中だけで38度6分から36度8分ぐらいまで下がって、そこからまた38度です。いや、これしんどいですね。やっぱ。これがちょっとやっぱ普通と違うところだよね。一回下がったらあんま上がったりしないですもんね。普通のインフルエンザとかだと。 これは恐ろしいっすわ。えっ、ー、と、今ね、4月26日の4時、夕方4時、えっと何時だったのか。4時半です。38度九分。いやー、1日の中でこれだけいろいろ変化が大きいときついですね。見えるかななかなか ハードモードです。自宅療養で、こう急激な体温変化、ちょっとやっぱり怖いとこありますね。よし。さっき測ってから10分後ぐらいなんですけど、37度8分です。もう変化が激しい。ちょっと布団で寝ていて起きたら38度九分行ってて、で、やばいと思って、 汗びっちょりだったんで、今服を着替えたんですけど、それでもう一回測ってみたら37度8分に下がってました。いや、もうわかんないですね。で、やっぱりこの自宅療養だとそういった、ね、なるべく汗かいた方が熱は下がるんですけど、そういったのの選択もやっぱり自分でしなきゃいけないし、食事の用意も自分でしなきゃいけないということで、これはね、なかなか <laughs> しんどいですね。それも含めて、

暗くなってましたよいしょ。はあ。よいしょ。真っ暗だ。よいしょ。まだ。よいしょ。ふう。イエーイ。電気つけなきゃ。はあ。はあ。えい。38度2分。38度2分です。ふ、は、う、あ。 <laughs> さっきベッドにいて、えー、測った時39度一部で降りてきて、もう汗びっちょりだったんで全部服を着替えて測ってみたら38.2になりました。パーセ汗が出てね、しっかりそれ着替えるっていうのは大事なんですね。はい。これからご飯を食べてお薬飲みたいと思います。 えらい真っ暗ですが、見えるかなあ、こうか。38度7分。今、夜9時頃です。今日はずーっと高いですね。38度から39度で推移している感じです。おはようございます。おはようございます。えっ、ーえー、と、4月27日。 火曜日なんですけれども朝起きて汗びっしょりになってた服を着替えてから体温を測ったところえ見えるかな3 8度2分でございましたうーんいや本当にね落ちなくなってきてますねなんかこう最初 38°C とか 37°C ぐらいから始まってたんですけど 逆に、たまにポンって38度39度に上がるなぁと思っていたんですが、日曜ごとに安定して高くなってきてるっていう状況です。ちょっと怖いですね。ここら辺がちょっとやっぱインフルエンザとかと違うとこだなと思います。皆さんも気をつけていただきたいと思います。はい。これから朝ごはん食べてしっかり薬飲みたいと思います。ふぅ。ふ 36度クブですなんか体内の感覚的にはなんかまだ熱ありそうな感じの体してるんでもしかしたらまた上がるかもしんないですけどでもちょっとね少しでもこういう時間が生まれるとありがたいです。ねこういった平熱に近い体温の時間がずっと続いてくれるとね体力の回復も望めるんですけどうん頑張ります。 た38度まで上がりました。うーん、わかんないっすね。下がったり上がったりが激しいです、もう。うーん。弱りました。37度一部。ちょっと強くなってます。<laughs> 37度一部です。少しず強良くなってます。よし。ふぅ。 結構アップダウンしてるんですよ、ね、まあ今見ていただいて分かる通りもうその時の状況でそのまま喋ってるんでリアルに伝わるかなと思ってお届けしてるんですけどまあ36度台まで普通の平熱まで戻ったりそっから38度後半に行ったりとかかなりアップダウンしててちょっと状況分かりづらくてで正直36度台に戻った時も体楽にはなるんですけど。 これで治るなっていう感覚はなかったですねやっぱり体的には。で僕の場合味覚障害とかもなかったのでまあ食べ物は、まあ、熱が高いんでねもう本当にお粥とかレトルトのお粥とか冷凍のうどんをこう柔らかく煮て食べるとかぐらいしかできなかったですけど、えー、お,薬お薬飲むためにもしっかり体力つけるためにもなるべく一生懸命食べるようにしてました食べられるものは。 まあでもおかゆとかうどんが精一杯でしたね、まあ、そんな中、えー、最初に保健所から連絡が来た時に自宅療養者フォローアップセンターというところがありますというふうなお話をいただいたんですで保健所さんの方から連絡できるんですけど、えー、自宅療養の方がこれ食事とかがね買いに行けないわけです出ちゃいけないからそういった状況の中で自宅療養者の方に何日か分の食事をね 保存の効く食料をお送りするっていうサービスがあるんですけども石井さんどうされますかっていう話になってあじゃあそれはぜひいただきたいですやっぱりこう一人見出しっていうことででそれが段ボールすごい量で届きますそれを開封した様子もまたカメラ回して iPhone 回してたんでそちらをご覧いただきたいと思います東京都の自宅療養のなんか サポートセンターとかっていうところちょっとごめんなさいはっきりとした名前を忘れちゃったからダンボールが3箱結構重いダンボール3箱届きました食料をね切ってくださってるんだそうですようわすごいうわなんだすごいなエンチン系のご飯が大好きなパエビス うわでもありがたいですねこれだけたくさんあこんなにすごいポイジョイとかカレーだかあら缶詰もあるあフルーツミックスの缶詰ですね焼きそばがう焼きそばがご飯もこれ10食入りが2つあったら20食分すごいないや野菜ジュースありがたいなすごいなこんだけいっぱいくださるのありがたいですね 向こううは違うのかなでも同じような重さだったんでこういったのがあとふたふ,かふたふたでしょうとりあえずちょっと今これこういったカッパイベせんとか食えるとか塩焼きそばとか食べられるほどちょっとまだ元気になれてないのでもうちょっとおかゆとか食べつつで元気になったらいただけますねいや嬉しいなこれはありがたいっすねああ 新型コロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブックっていうのが入ってますねあとゴミの捨てたとかうわすごいありがたいなこんなにいっぱい結構こう日持ちもそうなものが多いから備蓄する食料としてもありがたいじゃないですかえっ、ー、これ何あこれ食べやすく作ってあるシリーズなんで歯茎で潰せるって書いてあるはあすごい えー、ちょっと待って一番最初に開けたのと全然違うもの入ってるってことは3つとも違うもの入ってるってことかカフェインレスのコーヒーですってありがたいチョコですねあお水はいくらあってもいいもんなドレッシングだすごいいやーこれはもう感謝しかないな中華丼のは何個も入ってますか じじみじ。あ、お菓子とかまあこれはまんえへ、ー、ぇ、あ、小麦アレルギーの方のための、グルテンフリーのスパゲッティだ。すごい。いろんなこと考えてくださって入れてくれてますね。いや、3箱が3箱とも違うものが入ってましたね。助かるわ、マジで。いや、もう買いに行けないですからね。 外に出れないわけですからゼリー嬉しいすっげーい,っいゼリーある超嬉しいゼリーいっぱいある超嬉しいはいご覧いただきましたけれどもあのようにたくさんの食事が届きます大変ありがたいことだなというふうに思いますねでもそういったことも えー、ちゃんと情報を、まあ、得ることができる状態に自分はありましたしでしっかり保健所の方と連絡取り合ってができたんですけどこれがあんまり例えばまず最初の東京発熱相談センターとかも知らないとかっていう状況でってなるとまあなかなか大変だよなっていうでそこから保健所に連絡が行ってとかでその保健所さんのお話の中で自宅療養者支援 フォローアップセンターっていうところがあってってことを知ってこうやって食事をいただけたりとかやっぱり知らないとねだめだしでもやっぱそういうところもちゃんとフォローしてくれる保健所の皆様これだけ今東京都でもいるっていう中で連絡が来てしっかりそうやって対策をやってくださるっていうのは本当にありがたいことだなと思いましたねただちょっと思ったのはあれが届いたのが27日ですか に届いた段階でその食べ物の内容的に目の当たりにした時にあ自分割と重症っていうか軽症ではなないいいのかなっていう,ふうに思いました最初のうちね37度とかなんかそういった程度の熱だったからあまあ軽い方でなんかしっかりねいただいた癖もらってしっかり休めば、えー、順調に回復するかなと思ってたんですけど。 あれを食べ物の中の食べ物を見た時にあれ俺こういうほとんどここに入っても食べらんないなって思った時にまあまあ自分ひどい方に入ってくるのかってちょっと疑問符が一瞬生まれたというかあれ自分ほら他と比べようがないからでこの後ちょっとまた27日以降の動画結構今チェックしたら回してたんでご覧いただきたいと思いますけれどもだんだんずっと とその熱が高い状態と、えー、アップダウン激しいのがずっと長く続いていくんで体力がなくなってきてる感じがちょっと伝わるかと思います、えー、その辺り含めて、えー、ちょっとこのあとの27日以降の様子をご覧いただきたいと思います、えー 37度5分です。いや、結構ね、夜になって体温上がってきたら、ね、やべえな、クラクラするなと思ってたらこれぐらいだったんで。いや、ちょっとまだ少しだけ良くなってきたかなって印象です。ねさらに下がってくるといいんですけど。はい。なんか結構お腹も空いです正直にお腹がかなかったんですよ。お粥ばっか食べてたんですけど。ちょっとのお粥しか食べてないのに。 全然お腹いっぱいで薬飲んで寝ちゃうみたいな感じだったんですけど。なんとなくお腹が空いてきてるんで、少し現状良くなってきてるかなっていう感じです。以上です。えっと、今ね、27日火曜日の夜11時ぐらいなんですけど、ちょっとなんか体調悪くなってきたぞと思って測ってみたら見えるかな 38度いっちゃいましたね。うーん。徐々に徐々に下がってきていたんですが、やはり38度台入るとかなり体的にはしんどいです。結構日中寝てたんで、夜に熱上がっちゃうとなかなか熱高すぎると寝づらくなるんですけど。 ね、少しでもや、で休めたいと思います。どうにも頭が痛くて、今、4月28日水曜日の午前1時40分なんですけど、頭痛すぎて起きたんですけどね、熱測ってみたら38度でした。明日いただいた薬全部飲み終わるタイミングであるにもかかわらず、 ここまで熱下がらないのって大丈夫なんですかねちょっと不安になりますね。まあ、いろんな人の話を総合すると、なんか良くなるとき急激に良くなったりするようなニュアンスだって聞いてるんで、どこまで熱が続くかですね。さすがにもう体力がなくなってきております。 おはようございます。4月28日、水曜日ですね。はい。なんですが、えー、最初に発熱してから5日あれ ?6 日目ですが、丸5日経って6日目に突入しました。の朝の体温が、37 8分です。全然下がりません。 いやーこれは、なかなかハードですね <laughs>。いよいよもう体力がないので、最近、だいたい朝起きた時とか、昼寝して、ご飯食べて薬飲んで、昼寝した後起きると汗だくなんで、着替えるんですけど、着替えるのも10分くらいかかりますね、もう。服脱いだりが大変です。 はい階段の上り下りがもう無理っすねはいかなりハードゲームになっております実は薬ももう今日で終わりなんですよね今日の昼で終わっちゃうんですよ飲み終えちゃうんですその状況でこれでいいのかなっていうえー今4月28日水曜日の1時ですね 久々です。平熱になりました。今日の午前中ずっと38度近くあったりしたんですけど、平熱です。いやー嬉しい。今日午前中に保健所の方から連絡入りまして、熱の状況を伝えたら、 それはやっぱりもしかしたらその熱が続くようだったら入院を考えないといけないかもしれないというようなことを言われましてで、もし熱がちょっとあまりに続くようでしたら市販の解熱鎮痛剤とかも飲んで結構ですんでっていう話だったんで 午前中ずっと熱が下がらなかったんでちょっとうちにあった解熱鎮痛剤飲んでみてそれで薬も飲んでもうおかゆ食べてっていう感じでいたら今はこの体温となりましたまあでも薬が効いてね一時的に下がってるだけかもしれないですし まあ、連日熱、ね、は38度とか行くんですけど、その、38度台とかっていう時間が短くなってきてはいるかなというニュアンスですかね。ちょっとね、息苦しいというか、 気苦しいっていうかね、肺がね、やっぱね、ちょっとね、いろいこう、肺炎とかになってる場合があるのでっていうことだったんで、ちょっと、そこら辺は心配ではあるんですけど、下熱鎮痛剤を飲んで熱はぐっと抑えられて、すごい効いたんですけど、わかりますかね膝がね、膝のこのあたりが、ちょっと、 発疹ができてるっていうか、ちょっと痒いんですよね。わかるかなちょっと赤くなってますよね。結構な範囲でね。赤くなりました。体力が衰えてんでしょうね、もうね。これでちょっと強めの、強めというか普通の解熱、市販の解熱鎮痛剤だったんですけど、ちょっと、 なんか出ちゃいましたいやー恐ろしい恐ろしいっすね体温が平熱になって安定してきたら普通に階段をりられるようになってきましたふうよいしょ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 えー、今 4月28日水曜日の23時57分、もうすぐ日をまたぐ時間帯なんです。一度ベッドに入ってたんですけど、なかなか体温上がってきたような感じがして、寝つけないなぁと思っていて、熱上がってみたら、38度6分です。もうすぐ1週間が経とうという中で、未だに、この体温を、 記録してしまいました。もう大丈夫かと思ったんですけどね。やっぱ夜になったらぐぐぐっと上がってきて、結局昨日の夜以上の太陽になってしまいました。<laughs> 厳しいっすね。なかなか解放に向かわないっす。厳 <laughs> しです。<laughs> はい、えー、4月28日までご覧いただきましたけれども、4月28日の段階で、えー、薬がもう終わる、で、保健所から4月28日に連絡がありました、で、薬も終わり、つまり最初のうち僕、熱、そんなに高くなかったんです、最初のうち、恐ら,らく軽症で一般的にはこれぐらいで、自宅療養で軽症の人が治まる。 40代男性で、えー、基礎疾患なし持病なしの状態だと多分おそらくそこまでひどくはならないだろうと一般的なコロナの状態だとこの日数で薬を飲み終えて、えー、この日数で保健所から電話がかかってきてっていうタイミングが一緒ってことは多分それぐらいで大体もう熱ほとんどないですとかっていう話になってそこから治っていく人がほとんどなのかなっていうふうに感じました僕は。ででも僕は薬が切れて 亡くなるとこまで飲み切っても38度台とか熱はまだ出ててっていう状況で保健所から電話がかかってきた時にもえその話をしたら大変驚かれました保健所の人もびっくりしましたたくさんの方対応してると思うんですけどほとんどの人は多分ある程度で治るんだと思うんですねで驚いてる様子が伝わってきて分かりましたちょっとじゃあまず病院に連絡して薬をあのどなたかにピックアップしてもらう形でもらってくださいっていうでそこまで えー、薬を飲むにしてもあまりに熱が高いタイミングがあるようでしたら豚腹的に熱高いなと思ったら、えー、市販の解熱剤とかも飲んで構いませんので飲んでくださいって言われたんですよ。で、えー、そうしたら熱はクッと下がったんですけどちょっと発疹的なものが軽く出てしまうっていう状況になったわけですね先ほどの見ていただいたように。それで その後、薬を取ってきていただいて、また飲み始めてをするんですけど、どうなったかというと、こういう風になってきました。ここから先、4月29日あたりの動画をご覧いただきたいと思います。おはようございます。えっと、4月29日、木曜日です。朝9時34分です。朝1回目の検温。 38度3分です。下がらんないですね、はあ。もう6日目。明日でもうすぐ1週間なんですけど、未だ38度以上いってしまうっていう。これ大丈夫なのかなちょっとガチで不安になってくるレベルです。はい。今日も保健所の方からも連絡があるはずなんで。 いろいろ話をしていきたいと思ってます。えー、今何時だろう。お昼ぐらいかな。4月29日木曜日のお昼ぐらいなんですけど、えー、よいしょ。39度いってしまいました。全然下がんないですね、熱が。こんな下がらないことあるって感じです。<laughs> 4月23日になっても、これで6日。6日目に突入しているわけですけど、39度です。いや、良くなりそうになったり、急に変わったり、また急激に良くなりそうになったり繰り返しで、判断が難しいですね。とりあえず休んでおきます。 今、えー、先ほどが11時ぐらいだったんですけど、4月29日のえ。今が12時半。ついさっきまで39度あって、いろいろ病院に連絡したりとかして、電話を <laughs> 病院にしてた時、楽になってきたなと思って、今熱測ってみたら、 37度。全然意味わかんないですよね。さっき39.0だったんですよ。ほんの30分前ぐらいまで。これは一体どうしたもんだっていう。体がね、その変化についていけないというか。これちょっとね、俺、もうわからない。 コロナ怖いです。何が何だか分かんないです。びっくりするぐらい昨日寝れなかったですしね。いやこれはね、ほんと皆さん気をつけてください。今、3時、あ、いや違う、えー、4月29日木曜日の夕方の5時半過ぎなんですけど、えー、昼午前中39度まで熱出ちゃって、もう日目にして。で、 お薬を追加でもらったりして、で、<coughs> その後、えっ、ー、と、昨日全然熱高くて寝れてなかったんで、スコーンと寝れたんですよね。で、先ほど起きたんですけど、熱測ってみたら、39度1部。どうしていいのかわかんないですね、もう。<laughs> 頑張れ。39度一部。どうしたらいいですかね。頑張ります。え、今、夜中、4月30日金曜日の1時45分ですね。夜中です。目が覚めてお手洗いに行ってきたんですけど、熱を測ったらですね、38度8分です。 いやーきつい。しっかり寝られたんで、なんか久々にぐっすり寝れたなと思ってたんで、熱下がったかなと思ったら全然でした。とりあえず、下熱鎮痛剤飲んで、再び横になりたいと思います。4月30日金曜日の朝、起きてすぐ熱上がってみました。あ、見えるかな 38度区分です <laughs>。びっくりするぐらい落ちないですね。ずっとこんな調子ですよ。なんだこれは。ただ、昨日は、まあ一瞬パーンと上がって、また下がって、パーンと上がってって感じだったんですけど、 とにかく寝,寝ることができたので、かなり体的には楽でした。全然寝られないっていう状況が熱が高すぎて続いてたんで、結構すんなり眠りに入ることができて、夜中目覚めたりしてもまたすぐスッと眠りにつくことができたので、そういう意味ではすごく助かっております。ついに一週間経ちました。 一週間経ってもまだこの気、体温。辛いですね。はい。何にもできないですね。とりあえず頑張ってご飯食べまーす。薬飲まないとですからね。え、今、4月30日金曜日の1時ですね。1時ちょっと過ぎです。えー、今熱は、 36度6分です。はい、平熱まで来ました。はい。これはね、キープしてくれるといいんですけどね。なんとかそうなってくれればいいんですけれども。だいぶ、こう、熱が高い時間39度の時とかもあるんですけど、結構それが一時的で、そこから下がったりしてこうやってやって低い、 気温になった気温じゃねえや体温になるっていう時間帯も増えてきました。なので、なんとかこれで頑張っていって、これでね、上がらなくなる方がいいんですなね。でとね、夜になったりとか朝方とか、まあ、どうしても高くなっちゃうんで、それだけなんとかなんないかなと思ってるんですけれども。えー、4月30日金曜日の、間もなく夜の8時、20時ですね。 えー、日中は36度台とか37度台で推移していて、まあよく眠れてたんですよ。お昼食べて寝て、ちょっとトイレに起きたりして、それで、しっかり水分取って、そしたらまた気がついたら眠っていて、で、先ほど起きて、さあちょっと晩ご飯食べなきゃなと思って、起きてきて、熱を測ろうと思ったら、えー、38度3分です。<laughs> おはようございます5月1日です <coughs> 土曜日です、えー、朝一起きて朝ごはん食べる前に熱を測りましたが、えー、38度一部ですすごいですねいよいよもう8日経ってるんですよ 8日目に突入したのかな丸7の方って。それでまだこの太陽に行っちゃうんですね。5月1日の3時ちょっと前です。夕方ですね。午後。37度4分です。今日は8日目。 明日ぐらいにはそろそろ収まってほしいんですけどね。だいたいやっぱ4日ぐらいで収まるらしいんですけどね、熱は。8日間これだけの高さの熱が収まらないっていうのは。保健所の方も電話かけてきてくださってもびっくりされますからね、やっぱり。まだ熱あるんですかみたいな。まあそれぐらい珍しいことみたいですね。でも。 すかんっ39度とか言ったりはしてないんで、まだいいかなーって感じですかね。ふぅ。5月1日の土曜日の、えー、夕方、夜ですね。6時半。18時半なんですけど、えー、結構午後帯ずっと寝ちゃってて、で、頭痛いと思って目を覚めて、今熱上がってみたら、38度く分です。 アップダウンもしなくなっていましたね基本高い水準のままなんだろうかなり困っております何か食べ物用意して薬飲みたいと思いますえー、今5月1日土曜日夜11時35分ですえー、37度切りましたお急にねグッと下がりましたね36度くべです いや体的にはとても楽ですね <coughs> このままの感じでえ寝られたらいいなと思いますもう寝ようと思ってた時間なんでねいや急にふーっと下がりましたね助かりました5月2日日曜日の朝4時半ですちょっと咳が出てきたんで目が覚めちゃって熱測ってみたら38度くぶです まだ出ますね。39度近く。厳しいです。ええー、もう9日目。9日目に満ちてまだこの体温です。薬飲みまーす。 2日,日曜日のえもう間もなく5時4時45分ですね夕方です朝朝結構明け方がすごい熱が高かったんでちょっとトンプ的に薬飲んで寝てで遅めに起きて10時半とかぐらいに朝ごはんしっかり食べてえー、薬飲んでこれだいぶ熱もある程度37度台に下がってたからですそしたら結構しっかり寝ちゃって今起きてきたら37.4度です ただね、熱はね、低いんですけど、ちょっとね、息苦しさが今日はね、続いてるんですよね。なんかね、息してる途中で、おおって、ね、もう伏せしちゃうっていうか、そういったような状況が続いております。おはようございます。10日目、5月3日、月曜日です。 10日目です。朝です。6時、7時ですね、もうすぐ。体温は38度ジャストです。まだありますね。厳しいなぁ。でもだいぶ下がった感じありますね。うん。なんとなく自分的には。下がった感じあります。ちょっと咳は出るんですけど、ね、相変わらず。はい。はい。頑張って薬飲んで今日もしっかりと休養、療養したいと思います。 え現在、5月3日月曜日、1時13分です。こ,このところ、毎日保健所の方から電話かかってきて、いろいろな状態の確認があったんですけれども、熱はだいぶ、ふっついてきたんですが、ちょっとその呼吸と咳の問題が、だいぶ、ひどくなってきてるというか、熱が上がってる時だけだったんですけど、 熱はその高くないのに、そういうような状況が続いたりとか、いうことがあって、で、あと、やっぱり、パルスオキシメーターっていう、血中酸素濃度を測るやつが、昨日から急激に下がり始めまして、血中酸素濃度がちょっと低いと。そうすると、マイクラスの状態であっても、 少しずつ回復してきてるような感覚があるとしても、ちょっとそれ吸炎する可能性があると、いうことなので、ちょっと、入院をすることになりました。まあ、ちょっとそれで全体見てもらってっていう、まあ、検査入院みたいな感じだとは思うんで、そこまで長くはならないと思いますけれども、しっかり、 直していいいきたいと思いますさあ29日あたりからダダダッとこう見ていただいた形になりますけど二29日あたりが一番熱が高くてきつかったですねでもね動画の中にもありましたけども39度あると思ったらもう1時間後には36度台とかになってたりとか本当にね わからない感じだったんですよでそこら辺をピークにまた30日1日2日と高い熱があるんですけど下がってる時間も増えてきてああ良くなってるのかなと思ってたんですよ自分的には。ただ今動画を見ていただいてお分かりになった方もいるかと思いますけどもやっぱりちょっと呼吸が浅くなってきてきたんですねそれねやっぱ自分じゃでもねあんまり気づいてないんですよ実は。 うん、これが、ちょっと自宅療養の怖いところだと思いました。で、ここで、またそれも本当にありがたいことに助かったなと思ってるんですけど、事務所の方で、パルスオキシメーター、血中酸素濃度を測る、こういう,こう指に挟んで測る機械みたいなものを持ってらっしゃる方がいて、 それをで測った方がいいって言われてて、貸していただいてたんですね。借りてたんですよ。で、えー、測ってたんですけど、その30、日2日かなうん、あたりから、壊れたって自分が思ったぐらいに数値が、数値が下がったんですよ。こんな低いことあるっていうな。で、それはちゃんと保健所の人に言った方がいいなと思って、えー、5月3日、 の電話でそのことをお伝えしたらあ、それは即入院ですっていう風になったっていう経緯ですねはい、えー、ちょっとそこ動画の中ではふわふわ説明しなてもうだいぶ呼吸辛そうでしたもんね、えー、ふわふわ説明してましたけど実は、えー、その数値を伝えた瞬間に上に確認取りますので少々お待ちくださいって言われてもうすぐに、えー、石井さんこれ今 ゴールデンウィーク中だったってこともあってそのゴールデンウィーク後にすごい病院も混,混雑したというかその逼迫するような、ね、どん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 満床に近い状態になってったらしいんですけど今ちょうど空いてるとこあります今日の午後も行けますかっていうふうに言われて、えー、即入院ということになりましたやっぱりその肺の状態はもうかなり悪くなって でもこれパルスオキシメーターなかったら自分ではなんかまあ熱は下がりつつあるしもう10日もたって熱下がりつつあるし大丈夫かなって思い込んで別にそれ数値も言わないじゃないですか保健所の人にはそしたらまだ入院が先になってたらそこから一気に血中酸素濃度とかがボンって下がって危ない可能性もあったかもしれないっていうことが後で分かったっていう感じです パルスオキシメーターはあった方がいいなと思いましたうん。僕ももう退院してすぐ注文して購入しました。それがあったことが結構大きかったなというふうに思います。えー、皆様もそこ気をつけていただきたいです。あと、動画が長くなっちゃうんで、えー、まず自宅療養で入院のまでの間でここで動画を一つ、一区切りしたいと思います。で、ここで今お伝えしたいことは、 僕のような状況は割と重症な方に近くてもっと軽症な人もいてとかっていう話も他で聞いてる方もいるかもしれないですけど僕のような症例は病院で聞いたらその変異株今も通常株ってのはほぼなくなってイギリス株と呼ばれる変異株にがほとんどメインになってるっていうふうなお話は報道で見ているかと思いますけど 変異株に関してはこういう症状が多くなってますっていうか変異株はこのパターンが多いですって言われました僕の。で僕はラッキーなことに運が良かったんです入院できたしこれがちょっと自分がパルスキシンって持ってないとか分かんないくて大丈夫なんて言ってたら一気に悪かしてた可能性もあったりとかあと半年1年前だともうちょっと治療法がコロナだいぶ今確立されてきてる面もあるから石井さんの場合しっかり こう入院した後と治療していけたけれども半年前とかだとそういうのが持病なし、えー、基礎疾患なしの40代男性でもそうやって一気に肺が悪くなっちゃうっていうコロナの肺炎に一気になっちゃうが危険になるっていうのはもうイギリス株の特徴なので今それにとって変わられてるっていうことになると。 ちょっと前まで聞いてたコロナの情報周りでコロナになった人はこうなったああなったっていう話は一回リセットした方がいいかもしれないというふうに思いましたで僕が入院してる間にゴールデンウィークが明けて看護師さんと、まあ、お話しさせていただいたりすると若い人がすっごい病院に入っ入院にしに来てると若い人がもうその肺とかあれしたりこの軽症で終わらずに来る でね、味覚障害の人も少ないっぽいっぽですねだからそこら辺もちょっと違うみたいですよだから違うステージというか、うん、なんなフェーズに入ったっていうふうに今までちょっと前までゴールデンウィーク前ぐらいまで聞いてた周りの人コロナかかった人こうだったらしいよああだったらしいよって情報は一回リセットした方がいいのかもしれないですイギリス株に関してはちょっと違うみたいですっていうお話を伺いましたで実際僕が 典型的なイギリス株の例としてこういう状況にまで行ったので今動画見てもらってお分かりになると思うんですけどなかなかに辛い状況にどん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 なっていくって最初は36度台ですなんて言ってたのにっていう状況ですなので、えー、とちょっと情報をアップデートした方がいいのかもしれないって特に周りでコロナにかかった人がいて お話聞いたりしている人がいたとしたらもしかしたら今はちょっとまた違う状況になっているっていうふうにちょっと認識するとわかりやすいかもしれないなと、えー、個人的には感じていますでは今日の動画はここまでとさせていただきたいと思います、えー、続きまたちょっとね自分まだ 体力完全に回復してるわけじゃないのであんまり長いこと動画回すとちょっとまたしんどくなってしまうのでえここまで撮ってまたちょっともうちょっと先になるかもしれないですけどえ入院してどういう様子だったかをお伝えする後編はまた後日お伝えしたいと思います改めて本当に新型コロナウイルス感染力もイギリスが増してると言います でそこにインド株も来てますんで、えー、皆さんますますご注意いただければと思います、えー、皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げておりますそれではまた次回の配信でお会いしましょうお相手は石井正則でしたいやちょっとやっぱまだねもう本当に後遺症とかはないんですけど まだやっぱりそのあまりに長く入院しと自宅療養だったんで体力がすごく落ちちゃっていてちょっとね、こういう風にあ,のあんまりちょっとね、やっぱ散歩とかしてしっかり無理のない運動をしてしっかり食べてしないとちょっとね、まだ疲れやすいみたいな状況ですねはいますますこれからも気をつけてしっかり体力つけていきたいと思います皆さんもお気をつけください。